お主は。さようか。この身滅びるも御娘、我が怨念、どうか退治してくれませぬか。輝きが、自分と同じ顔に驚いたでしょう。義達、あなたと共に生まれたもう一人の私の子。創世は不吉の兆し。道山様は気にせぬと笑ってくれました。しかし人々の心はわずかなことで陰り住んでしまうもの。私は幼いあなたを連れ道山様のもとを離れることにしたのです。道山様は人里で暮らせぬ私たちを案じる日が多かったのでしょう。父に振り向いてもらいたいが、あの子はあなたの父、そして私の。道山様の思い、追うておるのですね。そのせいに、ちゃんと。ここは、彼岸と死岸の狭間。あなたが渦潮へと戻れるのは、小刀に残る不死の力がため。人とあやかしの血を引きし、あなたにだけできる。これも定めなのでしょうか。あの時の若者はあなただったのですね。
ここは。うちのお出ましだよ。とんだ三文芝居だな。
殿下には近寄らせぬ。死ぬ気でかかってまいれ。
うまく切り抜けたようね。あの醍醐山、急いで向かいましょう。男には神器を通す。島正則、大きな王様がため蓄えと参る。夢を叶えるにはまだ足りない。ただの宴じゃないね。けど桜は綺麗。太后様を早く止めないと。何やら騒がしいと思ったら白卓よ。天が動くとは一体何事じゃ。わしが聞きたいくらいじゃ。火の根に押し当てられておるようじゃが、天地を動かすほどの力とは。分からぬことがあるとはの。この先は何が起こるかもはや読めぬ。用心するがよい。
泥を塗り寄って同じように行かぬぞ。あなたは先へ急いで、私は下で、あやかしたちを抑えるわ。気をつけて。はい、これ、持ってって。夢が叶うたびに、一つかけ、二つかけ。お主の狼藉もここまで、わしらの長安の手柄となれ。誰が言ったんだったか。
様のもとよ。わしは。
わからずやね。お前を去っていくのか、秀之進。